はい、どうも、シアンです。アリスメア続きからやっていきたいと思います。前回の続きと、レティちゃん、レティ&リックかが死んだ、心が壊されたっていうのかな。多分あれ失敗したよね、選択肢。絶対無言になっちゃったしな。なんかうつむいてるし、しかもなんかリックグロいことになってっかんね。やばいよねこれ、ゾンビだもん。反応がない。で、多分また違う人の心の世界かなに入れるようになってんじゃないかな。あ、前回もなんかここ調べたっけ、扉。あ、ダメだわ。あ、じゃあ一回帰らなきゃいけないのか。いや、帰りまーす。はい。え、帰ってどうすんの？現実でレティに話しかければいいのかな。おい。おや、帰ってこれましたか？どうして泣いているのです？目の前で大事な子が死んでしまった。暖炉に飛び込んだからね。一つの世界に一つずつですか。面倒ですね。まあ一つ回収できたのでよしとしましょう。お、世界で入手したものもこちらで回収しますね。ええ、募集された。まあ後で勝手に消えますが、アリスが今にも潰れそうですし。このページの切れ端はまとめておきますね。どうぞ。お？お、なんか一個の手帳にまとめてくれた。それはありがたいかも。赤紫色の手帳を手に入れた。それでは次の世界への扉を開きましょうよっと。次もよろしくお願いします。あ、鍵手に入れるたびにこの人に渡せばいいのね。うわーっと、またいるぞお前。何のようだ。世界のルールはな、あいつが勝手に作ったんだよ。俺はそんなの作んねえさ。でもあいつはそれじゃ時間がかかるとか言って、勝手にルールを作りやがった。ははだが僕らはルールに従うしかない。ん？じゃなければ罰が与えられるからね。なんだ？たまにはこう話をしたっていいだろ？どちらが普通なんてのは人によっちゃ違うだろうが。随分と悲しそうだね。出会ってちょっとのやつのことなんかそんな気にする必要なんてないぜ。いやいやいや、可愛い女の子だし心に残っちゃう。全く飽きないね。もっとそんなのも全部忘れちまってるのかな。おい、冒涜するな。全部知ってるさ。俺が奪ったんだから当然返さないけどね。え、あれの記憶奪ったのお前なの？本当にお前の中は空っぽなのか。一つくらい何かあんじゃねえの。え、みんなとの友情。いやでもな、なんかまだ全然紡げてないよね、友情なんて。あるかもにしとく。とてもそうには思えないぜ。おっと、時間だな。じゃあな。行っちゃった。次どこ開いたんだろう。普通にこっちかな。あ、こっちだな。お、赤月ちゃんの部屋。名前なんだっけ。ちょ、ごめんね、名前覚えてねえんだ、まだ。ああ、アリスくん。遊びに誘う？じゃあ、クローゼット開ける？わかった、開けよう。キャシー。ケリー、わかんねえわ。ごめんごめん、何回も話しかけてごめん。じゃあ行こうか、クローゼットの先へ。開ける。なんだっけな。カレン、クレア。いや、なんか違う。人形いっぱいあるんだけど。カズキンちゃんってことは狼に食べられんのかな。むごいのは嫌だな。なんか、普通の家だね。あ、いた。すなり会えたね。で。声をかける。はい、アレン君？ああ、びっくりした。ウィス。ここどこだかわかる？全然。夢、そっか。うん、ありがとう。ごめんね。私、お話苦手で。かわいいね、その奥手なところも。嫌いなわけじゃないの。ほんと。一人で怖かった。でも、ちょっと落ち着いた。一緒にいてもいい？ぜひ。うん。やった。これ欲しいの？何？ただの真っ白な紙切れだけど、それメモ帳の切れ端じゃね？はい。間違い、手帳の切れ端か。真っ白って言ってたよね、今。赤ずきんちゃんには見えてないのか。私のお母さんは体がとても弱いです。だから私が代わりにお料理やお洗濯いろいろします。偉いね。お父さんはあまり家にいることはありません。たまに狼や鹿を連れて帰ってきます。漁師さんか。学校には行きたいけれど、ん？漁師だと魚か？狩人とか？まあいいか。お母さんが大好きなので、ずっと家でそばにいます。お母さんはベッドの中で、いつもごめんね、ごめんね。小さな聞こえす、ん？消えそうな声で、いつもつぶやくのです。弱ってるのか。なんだなんだ。え、どういう風な話になってくんだろう。チェルシーちゃんだった。ケリーちゃんとかケシーちゃんって言ってなかったっけ？惜しかったね。え、行こうか。待てよ。これとか調べとく、一応。あ、調べるもんは何もないんか。欲が入ってる。装飾品。装飾品。なんもねえな。じゃあ行こうか、外に。外すんなり出ていいんかな。あ、鍵がかかってる。開かないの？おかしいね。どうすればいいんだろう。え、知らないよ。壊す？どっかに鍵隠れてんじゃね？男の人の顔が書いてある。強そう。なんだその小学生並みの感想。森の匂いがする。
おー、びっくりしたな、もう何急に。なんかめっちゃ、もう何だったんだあいつ。これは、あれ、調べられない。え、なんもないよ。赤い木の実だ。野菜が入ってる。これ鍋？美味しそうな匂いがする。美味しそうな匂いがする。冷たい。水か。あ、手紙がたくさん入ってる。だって読んでみる。うわ、なんか3つある。1つ目、お手紙ありがとう。お母さんは大丈夫かな。君もあまり無理をしないように、困ったことがあれば大人を頼ってください。お母さんにはお世話になったから、よければまたご挨拶ができれば嬉しいです。まだスペースがあるから、今回も1つ謎々を出してあげよう。謎々、今回は前より難しいよ。解けるかな。簡単なのにしてくれ。俺苦手なんだ。空は2時、おやつは3時。それじゃあ今は何時？ん？どういうこと？それじゃあお母さんによろしく伝えておいてね。何を？これなんか意味あんの？まあ、いや、次2つ目読んでみる。この前のなぞなぞのことへ答え、当たりだよ。すごいな。なんて答えだったの？今は2文字だから。ああ、なるほどね。また正解されちゃったな。僕は解けなかったんだ。頭が硬いのかもしれないな。俺も。最近良くないニュースをよく聞きます。君も外に出るときは気をつけてね。季節が変わり寒くなってきました。風邪をひかないようにね。それじゃあまた謎々を今度こそ解いてやる。立つと低くなる。でも座ると高くなる。これは何でしょう？知らん。それじゃあお体に気をつけて。なんその答え。ちょっと教えてよ。気になるじゃん。今回は難しかったかな。天井だよ。あーなるほど。いや、頭の回転の良さよ。そういえば3日後くらいには、3日後ぐらいにはそちらへ行けそうだよ。会うのは久しぶりだね。前に行った時君は小さかったから覚えてないかもしれないけど。それじゃあ今度は直接お話ししましょう。なぞなぞもその時にたくさん出してあげる。楽しみにしています。なんかすごい仲良さげな感じだね。特に気になるものはない。チェルシーちゃんの友達？お？クマさん好きなの。ふわふわしててあったかいから。うえ。かわいいな。女の子してる。この子は一番女の子。なんかいる。なんだあいつ。ネズミ？こんにちは、ウィス。今すごくお腹が痛い。何？ああ。お薬なら隣の部屋にあるけど、取り行くか。お腹の薬は混ぜなきゃダメなの。なんだったかな。その色では動いて、その色では注意して、その色では止まる。そうおばあさんに聞いた。何かと同じなんだって。でも失敗すると爆発するから、あなたはダメよって。爆発するの？やってみるの？え？どういうこと？ちょ待てよ。一回セーブしよう。ロードじゃねえ。セーブ。え？ヒント謎じゃない？もう一回聞く？一応もう一回聞かせて。あ、ちょ、飛ばしちゃった。その色では動いて、その色では注意して、それで、あー、これは信号か。ってことは、青、黄色、赤か。オッケー。よほほほ、解けた、謎謎が。よかった。青、黄色、赤。あ、これか。はい。3色の薬がある。さっき言った順番にこの無色のお薬と混ぜていくの。やる。何色を混ぜよう。あ、緑か。青って言っちゃうよね。黄色。赤。爆発しないね。ウィス。うん、これで大丈夫。このお薬を持っていけばいいと思う。夢で爆発して死んじゃうってやだよな。まあ、精神の死なんだろうけどさ。はい。ほら、持ってきてやったぞ。お前なんか鍵くれんのか。鍵飲み込んだんじゃね、こいつ。うん。あの、薬持ってきたよ。ありがとう。うん、落ち着いてきた。すごくいいね。そうだな、これ僕いらないからあげる。なんかくれた。手帳の切れ端かい。鍵じゃないのか。森のおばあさんは薬を作るお仕事をしています。オカミに食べられたおばあさん？お母さんの薬が切れるとおばあさんの家まで取りに行きます。とある日、いつものようにおばあさんの家へ行ってほしいと言われました。今日は届け物もしてほしいの。いつもお世話になっているから。パンやお酒が入っているけど、途中で食べたりしちゃダメよ。毎回言ってる通り、寄り道はしてはいけません。怖い狼がいるんだからね。私はお返事をして家を出発しました。かわいい。森を進む途中で、私は綺麗なお花畑を見つけました。ほんほん。おった。お、鍵開いた？まさかの？オートロックか。はい。鍵は開いてるね。じゃあ行こう。お、広い。かかしがある。左なんだあれ。なんか光ってるよ。神々しく光ってる。あれ？拾う。ペケペケのかけら。これなんか集めるとあるのかもな。エンディング変わるとかありそうだな。あ、調べらんないかがし。土の匂いがする。どっちに行けばいいんだろう。こっちは？道なし。
黙って下に進めばいいっぽいな。じゃあ下行くか。あ、いいよ。あ、ちょ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 。おっと、なんか道に迷いそう。外に出たけど、これからどうするの？あ、そういえばアレン君が来る前に先生が来たの。何？あの人も人の夢を歩ける能力が？ここから動かないようにって。でも約束破っちゃった。あ、これまずいんじゃね？連れてくるの。探してみる？あ、ダメなんじゃ？いいのか？うん、それじゃあおばあさんの家に行ってみよう。あ、待って。お花ちょっとだけ摘んでいいかな？かわいい。女の子らしさが出てる。いいぜ。バシバシ蒸してくれ。摘んでいく。お花を手に入れた。ありがとう、このお花好きなの。本当だったら摘んじゃいけないって言われてるけど、夢だからいいよね。おばあさんのお家行こう。ここをまっすぐ行ったところだよ。ウィース。君何？まさかまたテトリス？またテトリスだ。やめとくわ。おばあさんの家どっちなの？左だってる。あれ？あ、そもそもまっすぐしか進めない的な。やっぱり？これは？川か。てててあれ？橋がない。ありゃ。どうしよう。これじゃおばあさんのお家に行けない。頭がぐるぐる。じゃもう諦めよ。お、なんだお前。お助けや？お困りかい。まさか電光型ロボット的なドラえもん的な立ち位置？ハローアリスにアリス。ダブルアリス。仕方されてるけど。あんまり見つめんなよ。死ぬぜ。殺される。嘘だって。そんな顔すんなよ。その川渡りたいんだろ。俺が向こうに寄ってあげてもいいぜ。嘘じゃないって。ただでとはいかないがな、ケチ。なぞなぞじゃねえだろうな、これ。やめてくれよ。ちょっと遊ぼうぜ。こういうの好きだろ？見ての通り、今ここに、狼、羊、キャベツがある。ここに船があったとして、こいつら全部を向こう岸に渡したい。ただし、いくつか条件がある。一つ船に乗せられるのは、一度に一つのものだけ。二つ、羊はキャベツと一緒に取り残すと、キャベツを食っちまう。三つ、狼は羊と一緒に取り残すと羊を食っちまう。この条件でさて、最短何手でいけると思うか？答えが分かったら俺に話しかけな。正解したら向こう岸へ連れてってやるぜ。そうだな、アリスの世界のルールと同じように、聞くのは3回までだ、ケチ。3回間違えたら当然デッドエンドだよ。じゃあファイトだぜ。え、これ1回とかじゃねえの？なんか、狼に羊とキャベツ食わせるとかじゃない？違うかな？あれ、全員渡さなきゃいけないんだっけ？ちゃんと話を聞いてなかったな。もう一回聞いてみよう。半角で答えな。あれ、やべ、もう質問してくんねえわ。1とりあえず答えてみよう。あちゃー。ワン、もさもさしてるあったかい。めえ、羊って白くてふわふわでお腹がすくね。シャキシャキ。やべ、ちゃんと質問もう一回聞きたいんだけど。もう適当にやっていいかな、これ。ねえ、どんな答えでも外れにするぜって言われた。2。じゃあもう、ゼロ。死んだ。ちょ待ってね。ちょ待ってね。はい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 。たぶんわかったかな。のね、これ勘違いしてたんだけど、たぶんね、あ、勘違いじゃないか。ね、まあ、攻略見たの。で、片道で行ってらしいの。で、最初にまず、羊を送らなきゃいけないんだよね。たぶんな。俺の考えが合ってれば。羊を送る。で、空の船が1回帰ってくるで、これで2手。で、次3手目で狼を送る。で、狼を送った時に、羊を一旦こっちに戻す。多分、向こう岸に羊残しちゃいけないと思うんだよな。で、羊を送るでしょ？あ、じゃ羊が帰ってくるでしょ？で、今、羊とキャベツになってるから、今度キャベツを送って、で、キャベツを送れば、狼食べないから、キャベツを送る。で、空の船が帰ってくるで6手で、最後に羊を送ってで7手かなっていう計算だと思う。間違ってなければね。橋渡し中は多分カウントされ、違うな。橋渡ししてからの入れ替わりは多分カウントされないと思いたい。だから7かな。ちょっとさ、普通に難しいんだけど。間違い探しの時もそうだったけど、結構難易度高いんだよな、これ謎解きが。7かな。ああ、だった。あれで合ってたかな。ああ、ちゃんと送ってやるさ、約束だからな。目つぶってろ。ありがとうよ。頭痛かったぜ。20分ぐらい悩んだぞ。向こう岸のようだ。いつの間にか手に紙切れを持っている。はい？何これ？手帳の切れ端？やっぱりね。お母さんと手つないでる？寄り道はいけないって私は私に注意をしました。でも、お花も届けた方が、おばあさんもきっと嬉しいだろうな。
そう思ってお花を一つ二つと摘みました。途中で男の人が薬屋のお家のことを尋ねてきました。あ、狼じゃないそれ。きっとおばあさんのことだ。私も行くところだから一緒に行きますかと誘いました。男の人は笑顔になるとお花を摘むのを手伝ってくれました。そして手をつないでおばあさんの家まで行きました。お父さんともあまり手をつなげないから少しだけ新しい感覚でした。うわ、これどんどんバッドエンドに進んでいくじゃん。ぼーっとしてどうしたの？目の前だよ、おばあさんの家。行こう。お母さん大丈夫かな？これ絶対大丈夫ないやつじゃん。ずっと病気なの。おばあさんは治るって言ってるけど。いつか目を覚まさない。ん？いつか目を覚まさない。二度とお話しできない。そう考えると泣いちゃうの。女の子だな。お父さんは真っ赤で怖い。え？どういうこと？アレン君には守りたい人っている。君だよ。君守りたい。わからないといないしかいない。わからないでいっか。そうだ、アレン君記憶喪失なんだっけ。そんなつもりじゃなかったの。ごめんなさい。俺は君を守りたいけどな。行こっか。ちょっと寒くなってきたね。ここなんだか怖いし。わかった、行く。相当雰囲気悪いよねこれ。大丈夫？これ畑？本当にただの畑？これ、あれ、どうした？鍵がかかってる。せっかくここまで来たのに。どうしよう、アレン君。あー、どうしようもなくね。なんか鍵落ちてんの、どっかに。畑の中入って、あ、なんかいる。お前何やってんだ。なーに、何かよ。あー、ドアの鍵が開かないって、それはおかしいわよ。なぜ？だってあの家、鍵なんかついてないんだから。あはは、バカにされてる。はあ、まあ方法ならあるわよ。そうね、ああ、私今ある花が欲しいの。花？欲しくて欲しくてたまらないのよ。それ持ってきてくださる？何の花？それってどんなお花ですか？あら、あなたの声小さくてへんてこなのね。あはは、急にディスられたんだけど。うふう、一度しか言わないわ。ちゃんと聞くのよ。ウィウィ。その子は赤いと、とっても情熱的なの。うん？また難しい感じか？その子は白いと、汚れのない何々をくれる。その子は青いと、永遠を誓ってくれるわ。でもその子は黄色いととても嫉妬深いの。あ、最後に言っておくけど、その子はよくあの子と間違われやすいの。でもその子は人を傷つけないんだから間違えちゃダメよ。じゃあお願いするわ。違う子持ってきたら食べちゃうんだから。食べられる。お花ちょっと前に摘んだよね。いろいろあるよ。それぞれに分けてみるね。え、どういうことなの？ちょっと待てよ。一回。あ、分けてくれてる？チューリップ、バラ、マーガレット、パンジー、カーネーション。わかんな。これ何？間違えたら死んじゃうやつかな、また。わかんないよ。どうしたらいいの、あなた。早く私にちょうだいな。どれ渡すの？え、決まってな。ちょ、運ゲリ？パンジー？それじゃないわ。食われた。違うみたい。あ、3回ミスレーズって感じ？え、どういうこと？なんか謎解きが謎すぎたんだけど。え？引きちぎるってあるよ。これ引きちぎる。わ。なんだこれ引きちぎっちゃいけないんじゃねえか。大丈夫か。ダメなやつだよね、これ多分。まあいいか。よくはないんだけどさ。え、何答え？わかんない。もう一回聞き直すとかできないのこれ。お花分けたよ。あったのはチューリップ、マーガレット、バラ、パンジー、カーネーション。この中に正解があると思う。あとは、その子は赤いととても情熱的なの。バラ？その子は白いと汚れのない何々をくれる。その子は青いと永遠を誓ってくれるわ。でもその子は黄色いととても嫉妬深いの。あ、最後に言っておくけど、その子はよくあの子と間違われやすいの。でもその子は人を傷つけないんだから間違えちゃダメよ。バラではないってこと？何かの日にお花摘みに行った時、花言葉を聞いたんだけどな。お母さんのために摘みに行ったの。ふんふん。なんであまり思い出せないんだろう。おーい、大事なヒントになると思ったのに。え？チューリップかな？なんか花的に似てるよね。いや、カーネーションの方が似てるか？マーガレットとパンジーは多分全然違うよね。バラに似てる花ってどっちだ？カーネーションかな？あれ、さっきなんだっけ？さっきパンジーやって外したんだよね。じゃ、カーネーションで行ってみっか。あ、違ったらどまいってことで。ポジティブに行こう、ポジティブに。カーネーション、どう？あ、当たったね。やった。あ、嬉しいわ。それじゃあいただくわね。あ、食べちゃった。うふう、とても美味しかったわ。やっぱりこれが一番ね。そんなにカーネーション好きなの。あ、わかってるわ。ちゃんとドアを開けられるものよ。ほら。こじ開けろと？いいよ、私重いの持てないから。
ちょっと強引だけどこれで入れるね。本当に？ああ、あなたは待ちなさい。これもあげるわ。あなたにだけよ。私はいらないしね。切れ端でしょ、これ。やっぱり。狼だ、やっぱり。おばあさんの家についていらっしゃいとおばあさんが出迎えてくれました。男の人も少しお辞儀をしました。薬はいつものところに置いているよ。私は奥の部屋へお母さんの薬を取りに行きました。その時すごい音が聞こえて、そこには、狼がおばあさんを食べました。その後薬をたくさん袋に詰めて、強盗じゃん。そして私に気づいてこちらに歩いてきたのです。え？何？殺されたわけじゃないんだろうけど、脅されたのかな？このことを喋ったら殺すぞみたいな。最悪、子供に重きしトラウマ植え付けてんじゃん。お願いね。コンボット。ハレン君って結構すごいんだね。まあね、なぞなぞクソだったけど。これ狼でしょ。おばあちゃんの皮かぶった狼だろ。くぅ、この変態野郎め。話しかけよう。おばあさん、反応しない？あれ？死んでる？もう。あ、奥にもまだ部屋あるな。調べてみる。え？なんだ？ここはただ薬の調理をしてる場所？調理じゃないか、調合か。ベケベケのおかげら。ボロボロの椅子だ。あ、そっち瓶が割れてて危ないよ。怪我してない？そう、よかった。え？ここなんかあんの？なんかすげえ血みどろになってっけど。変な匂いがする。空っぽ。メモなどがたくさん入ってる。お、あ、でも調べるわけじゃない。なんかめっちゃでっかいツタがあるんだけど。なんだあれ？何に使うんだ？うわ、お薬も全部ぐちゃぐちゃ。それに嫌な匂いもする。もう強盗にあった後なんだべな。あと調べられるもんなくもない？あ、違う。鍵があった。全然気づかなかった。持っていく。世界の鍵ゲット。よっしゃ、こっちの世界では赤ずきんちゃんを守りたいよね。チェルシーちゃんだっけ？結局先生になかったね。それにいろいろおかしいよ。嫌な匂いもする。ねえ、この夢どうやったら覚めるの？そっか。なんだ？狼だ。あっちの部屋から？私やだ。ここから動きたくない。守ってやんなきゃ。じゃあ離れないで。置いてかないで。お願い。一緒に行くの？ちょ、待て。セーブ大事、セーブ大事。俺は学んでるんだよ。はい。何？ああ、いる。お、もうやられた後じゃん、おばあちゃん。はい。違う。おばあさんじゃない。夢なら覚めて。あ、寝てたのが最初から狼だったってこと？そう、夢。もう見たくない。二回も見たくない。二度と、もう二度としないから。許して、許して。おっちょ。体当たりする。斧を使う。これどっちが正解だ？前回体当たりして失敗したよね。斧使う？斧使う。倒した。どう？なんで君が血みどろに？ああ、血浴びたのか。お父さん、赤い色、嫌い。やめて。え？お父さんだったの？狼。あ、どういうこと？え？目閉じるの？それで見えないから。手つないで。これは助けられたってことでいいのか？おい。え？どういうことなんだ？人の目が見れません。手を握るのが怖い。あの時のことを思い出してしまいます。あの時お花を摘まなければ、あそこで出会わなければ、手をつながなければ。血がたくさんでした。すごく嫌な匂いでした。先生はまだちょっと怖いけど、少しだけ大丈夫です。カウンセリングしてるのか、あの先生は。いい人だ。先生さ、を私は、ませない。あの目が、色が、助けて。最後の方は文字が滲んでいて読めない。心のトラウマ植え付けられてんだべな。心にか。わた！とんでもな。最後、お父さんって言ってたけど、え？お父さんなのかな？ちょっとわからんな。ということで、赤ずきんちゃん、チェルシーちゃん編かな？チェルシーちゃんの世界か。は、一旦ここまでとさせていただきます。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録、またはコメント評価いただけたらとっても嬉しいです。謎解きでめっちゃ時間使ったんだけど、これ。多分カットして、20分以下の動画になるんだろうな。悲しいぜ。それでは、シアンでした。またね。